今日は自分で編集してみた。皆さんこんにちは、あおりーチャンネルです。今日は、はい、なんとなく作ってみた動画まあ遊び心で作った動画です。今日は、はい、スライム作ります。今日はね、あわあわのもちもちスライムを作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは作っていきましょう。まずはこれ、肝心洗濯のりですね。100均で買いました。鉄筋便利すぎる。まあね、泡を多めにするんでほんの少しでいいです。もうこんなもんこんなちょっと。はい、次これ洗濯のりかと思いきや水。これ一応水なんですよ。そう、ちょ、今アップすぎだね水をほんの少しよ、ほんのこんぐらい。そう、あの入れすぎるとちょっとドロドロになっちゃって、ちょっと数日経つと結構水っぽい感じになっちゃうので、ほんの少しでいいです。で混ぜます。スプーンなんだけど、私スプーンのこっち側使うんで、私こっち側でいつもこうやって混ぜてます。こうやって。じゃあ次にボンド入れます。でもボンドだけだとちょっと固まりやすいから失敗する時多いんですよね、私。そう、ボンドスライム作るの苦手。こんぐらいでいいでしょ。よいしょ。はい、そしたら混ぜるぞ。混ぜるぞっつったけど、混ぜるぞ。そしたら、はい、シェービングフォームです。これもたっぷりです。もう本当にたっぷり混ぜますよ。もっと入れるよ。混ぜますよ。もっと入れるよ。こんな感じでいいかな。そうしたら放射入れます。ちょびちょびちょび、なくなってきましたよ。あ、これ注意事項、入れすぎ注意。これ本当に入れすぎ注意ね。これね、入れすぎると本当にカチカチになるから、ここら辺にとまってわーってね混ぜた方がいいよ。そっちの方がおすすめって。よいしょ。あー、腕疲れた。これもちょっと入れていいかな。さすがにちょっとこれは、あ、これだけでいいと思う。もうちょっと入れなくていいと思う。はい、ということでふわもちスライム完成です。ね、あの少しシェービングフォーム足したらめっちゃ柔らかくなります。はい、ということで今回はふわもちスライムを作りました。そしてね、初めての一人じゃない私の編集だったんですけども、いかがだったでしょうか。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。